はい、今回は矢巾町高田14地割売り地のご紹介です。広さは190坪、2470万円、坪あたり13万円となります。場所は4号線バイパスの東側になります。南北に長い長方形の地形ですね。用途地域は工業地域となってます。幅広くいろんな用途に使える土地ですね。4号線バイパスの小松さんのセブンイレブンからちょっと手前を東の方に入っていったところです。南北に細長い地形で、南面の雪道は14メートルになってます。はい、で見る前方面から、矢幅町の方に向かっております。ちょうど、盛岡市とですね、矢幅町の境、見る前橋を通過するところです。はい、渡りました。そしたら、左側にですね、モスビルの案内看板がついてるところがあります。はい、こちらです。ここから左折ですね。盛岡デリカさんを通り過ぎまして、すぐに左側、こちらになります。はい、では歩いてみてみましょう。南側の方から見ているところです。土地の高低差はありません。東側隣がアパートになってます。でのその他北側、西側は一般住宅が立ち並んでます。道路幅員南側は5メートルございます。道路に面しているのが南側は14メートルですね。道路に面してます。190坪っていうことですね。まあ、一般住宅を1軒建てるにはちょっと大きい、敷地になってますけどね。はい、こちら今北側の方からですねに来ました。これ幅員 2.7 メートルってなってるんですが、皆さんセットバックしてあって、まあ、車もギリギリすれ違えるぐらいの幅員ありましたね。こちら北側の方の道路です。では最後ですね、敷地真ん中に立ってぐるっと見渡してみました。まあ、工業地域ということでですね、事務所でもよろしいですし、アパートやらですね、倉庫やら、いろんな使い方ができるかと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。